アメリカに近寄ったり、中国にすり寄ったりと、アジアのバランサーを自負する韓国。しかし、実は誰にも相手にされていなかったのです。連合ニュースからです。対ロ制裁、米国から参加要請なし、韓国外交部。韓国外交部はロシアによるクリミア半島編入は認められないとの報道官声明を出した。記者から、対ロ制裁強化の方針を発表している米国から、制裁への参加要請を受けたかとの質問には、要請が来たことはないと答えた。そりゃそうだよね。韓国が世界に影響力があると思っているのは韓国だけ。先進国だと思っているのも韓国だけ。国連で活躍していると思っているのも韓国だけ。そうです。すべてが売りならファンタジーでの出来事なのです。G8 諸国にとって韓国は普通の後進国なのですからね。夢を見るのは自由ですが、迷惑なので自国内だけにしてください。確かに韓国は迷惑という意味で世界中で目立っています。しかしそれは発展途上国の中の先進国としてなのです。その意味もわからずに韓国国内では世界の先進国だと自画自賛している姿には悲壮感さえ感じます。さて、今回のウクライナ騒動においても韓国はロシアからの問いかけもなく、アメリカからの要請もなく、中国からは存在すら忘れられているのが実情です。目を覚ませとは言いません。世界のためにそのまま永眠をお願いします。それではウクライナ騒動が韓国へもたらす影響を考えましょう。こちらも連合ニュースからです。ウクライナ情勢、韓国感染者の対ロシア輸出に飛び火。ウクライナ情勢の影響で韓国の感染者業界に打撃が出ている。韓国の自動車業界にとってロシアは米国、サウジアラビアに次ぐ3番目の輸出国だが、情勢悪化の影響でロシアでの販売実績が低下している。ヒュンダイ、キア自動車の販売数は約5万台で前年同月よりも 1% 減少した。本題はここからですよ。ここから輸出の約3割がロシア向けという3、4自動車は特に打撃が大きい。昨年末から始まった価格交渉が今年1月までずれ込み、1月は1台も売ることができず、2月も約2100台にとどまった。1月には1台も売れないってウクライナなんて関係ないよね。それにしても1台も売れないとはさすが韓国です。あれ、もしかして韓国の3、4自動車って馴染みがないですか？2009年に破綻した韓国の自動車会社です。2010年にインド企業により買収されて今に至っているのです。2007年にこの会社の販売店が日本にもあったらしいですが、売れなくて中止されたそうです。ロシアと韓国といえば、竹島に飛来した爆撃機が今の韓国とロシアの情勢を表しています。そろそろ本当に爆弾が降ってくるかもしれません。ロシアさん、竹島は日本の領土ですからね。爆弾を落とすときはお手柔らかにお願いします。それではまたお会いしましょう。